和解駅は、高知県高岡郡四万都町和解にある、土佐黒潮鉄道、四国旅客鉄道の駅である。駅番号は、土佐黒潮鉄道が TK27、JR 四国が G27。土佐黒潮鉄道の中村線と JR 四国の淀線の二路線が乗り入れており、このうち淀線は当駅を起点としている。なお淀線の列車はすべて中村線に直通して、 久保川駅発着で運転されている。中村線と淀線の施設上の分岐点は、川奥信号場であるが、当駅川奥信号場間は、信号場まで含めて、土佐黒潮鉄道が管理している。したがって、当駅も土佐黒潮鉄道の管轄であり、JR 四国の駅数には計上されていない。単式一面一線ホームの地上駅、築定上にある、無人駅で、 ホームに待合所がある。前述の通り土佐黒潮鉄道管轄の共同使用駅である。久保川駅当駅間は土佐黒潮鉄道の路線であるため、ヨド線の列車に当駅をまたいで乗車する場合に、青春18切符など JR 線のみで有効な特別企画乗車券を使用する際は、久保川駅当駅間の運賃を別途支払う必要がある。 なお駅での乗務員交代は行わず、JR の乗務員が、久保川駅まで担当する。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。ありがとうございます。